これはソラキューという月面探査ロボットでございます。特徴はですね、一つはこれ球体なんですけれども、月に到着すると変形をして走行しやすい走行モードになります。でもう一つ、走行している時に、特殊な走り方をするところがポイントになります。変身軸というですね、こう中心をちょっとずらした、車輪なんだけどまるで動物のように車輪を動かすという、この2つですねが特徴のロボットになります。5メートルぐらいのところからこう放出をされて、ポンと落っこちて、完全自立で動きます。変形をしてこうやって月面のサラサラの砂レゴリスをこう走行します。ソラキューの仕事はこのスリムのカメラマンです。2段階着陸という着陸にチャレンジしました。で、実際に月面でどう着陸したかというのをこの前のカメラ、そしてこの後ろのカメラで撮影をします。このスリムから放出されたソラキューはこうですね、スリムのこの周りをぐる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 自分で回りまして、金色、スリム君の金色を探します。で金色を見つけたらパシャと、でもう一回自分でこの位置を変えてパシャと撮って、で、いくつか写真を撮って、その後自分でいい写真を探して、この写真いいなと思ったものを、相棒のレブワンっていうのもう一つ放出されてるんですけども、そのレブワンに厳選写真を送って、このレブワンが地球に送ってくれたと。でその素晴らしい一枚が、ちょっと皆さんが見たこともあるこの右上の方にスリムが写っているあの写真でございます。